クリスチャン・イスラエル・アローヨは、アメリカ合衆国フロリダ州、ヘルナンド郡、ブルックスビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のボストン・レッドソックス所属。2013年の MLB ドラフト1巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで、プロデビュー。45試合に出場して打率。 326、2本類が、39打点、3盗塁を記録した。2014年は、A-9 セーラムカイザーボルケーノズと A 級オーガスタグリーンジャケッツでプレイし、2球団合計で89試合に出場して打率。291、6本類六62打点、2盗塁を記録した。2015年は、A 級サンノゼジャイアンツでプレイし、90試合に、 出場して打率3049本類四42打点5盗塁を記録したオフにはアリゾナフォールリーグに参加しスコッツデールスコーピオンズに所属した2016年は AQ リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし119試合に出場して打率2743本類四49打点1盗塁を記録した年は 開幕をトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで迎え、4月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日のロサンゼルスドジャース戦では、6番サンルイシュで先発出場して読んだスームアンダも、翌25日の同カードではクレイトン・カーショーからメジャー初アンダ、さらに26日にはセルジオ・ロモからメジャー初本塁打を放った。 トリプル A 級サクラメントに降格していた7月2日に支給を受けて左手を骨折し以降のシーズンを棒に振った。この年メジャーでは34試合に出場して打率。192、3本塁打、14打点、1盗塁を記録した。2017年12月20日にエヴァン・ロンゴリアとの1対4のトレードでデナード・スパン、スティーブン・ウッズ、 マット・クルックと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。2018年はトリプル A 級ダーラム・ブルズで開幕を迎えた。5月16日にメジャーへ昇格した。5月17日のロサンゼルス・エンゼルス戦でレイズでのキャリアが始まった。サンドイッとして5打数2安打を記録した。オプションでトリプル A 級ダーラムに降格した後メジャーに昇格することなくシーズンを終えた。 レギュラーシーズンでは、打率、264、1本塁打だ,だった。2019年7月28日にルーベン・カーデナス、インターナショナル・ボーナスプールとのトレードで、ハンター・ウッドと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2020年8月6日に、ディエフェとなった。2020年8月13日に、ウェーバー工事を経て、ボストン・レッドソックスへ移籍した。 8月20日にディフェとなり、23日にマイナー契約となった。9月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。手トメの連動性に優れた高打者であり、守備面も評価されている。同性のブロンソンアローヨとは、血縁関係はないものの、共にフロリダ州のヘルナンド高等学校の卒業生という共通点がある。 2017年5月5日のシンシナティレッズ戦で対決が実現し、クリスチャンは2回表にブロンソンから本塁打を放った。高校時代には2012年に行われた WBSCU-18 ワールドカップのアメリカ代表に選ばれている。ありがとうございます。